川野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。では、9箱目ですね。ノンジャール坂箱いっぱいセット980円です。10個買って、これがね、9箱目でございますね。はい。開けます。なんかさ、もうね、いっぱい開けましたね。なんかね、すげえ開けたね。はい、来たー。もう、皆さん、もう、大変ですよ。もう、なあ、ほら、もう出たよ。もう出たよ、もう。もう出たよ、ほら。もうね、山ほどあるんですよ、実は、これ。ね、まあまあ、980円だからね、まあまあいいんですけど、すげえいっぱいあるうちは、ジャニーズのうちは。やばくね？なんだろ、これ。レインコートかな？オフィシャル。コンサート？オフィシャルコンサート？なんかね、多分レインコートみたいなやつなんだろうな、これ。多分そうでしょう、これ。素材。こう思うんだけどな。2002年のやつだからね。どうかな？多分、なんかそれっぽい素材ですけど。ため息が出ますね。はい。トリプル A さんのパンダ。これいっぱい出てるな。もういっぱいだわ。これ何でしょうかね、ちょっとわかんないけど。腕はですね。ほら、いっぱいくっついちゃってる。何でしょうか、これは。これなんだろう。なんか、韓国の方かな、これね。はい。ミニモニのパッチ。はい。オッサンズラブの、ね。マグネット。はい、患者2さんのパスケースかな。はい、トリプルエーター、もうこれもう、いっぱい出てくるな。これ同じだな、これも。前のやつと。ねえ。パッチンブレス。あ、これはね、ジャイアンツの選手のやつかな。うわ、懐かしい。これもあったな、ポッキーのモームスさんのこのチェンジングのやつなんだね。はい、何でしょう、チケットホルダー、アニマックスのアニマックスミュージック、バスケーバスキングセール、何でしょう、これは分かんないな。あ、これなんかファンのキャラクターなのかな、何でしょうか、何でしょうか、これは。これ中国の感じかな。ねえ、何でしょう、これは。ねえ、わからないけど。はい。これはあれだ、キスマイさんのやつだな。はい。これもいつも出るね、タイガー&バニーの、なんか ラスカルの。スクールアイドル、あ、ラブライブか。ラブライブのやつだな、これ。ああ。バック。やべえな、すげえな、なんか似てるな、ね、どれから見てもなんか全部一緒な感じになってるな、これなんだ、舞台版リフォーバー、リフォロワーかな、マジか、うちはケース、これは歌プリ、おー、何でしょうか、バックです。あ、こっち、なんかあるか。何でしょうか、これは。バックですね、でも、それですね。トートバッグ。おしゃれトートバッグ。あ、これ前もあったの？これあれだな、タオルだな。これは、石川梨花さんじゃないかい？このタオルですね。はい。でかいタオル。そして、これなんだ、これ。マウスパッドかな？
アリスソフトか、なんかゲームのやつかな、はい、これはマクロス F、 マウスパッド、このハンカチ IQ、 IQ のこれは歌プリ、ネックホルダー、ファイル、メンバー、うわ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 、もう早速起こってるんですね、はい、次はやっぱこれなんだろう、あ、これ東京ラブだな、はい、目立ってこなー、かわいいコースだ、ときめきレストラン、あー飛び出てきちゃった、飛び出てきちゃったこれ、はい、キスマイさんのライト、これもう見たことあるな、これなんかあそこのパダンボール箱なしたな、ラブライブ、これはなんかカードホルダーみたいな、バッジホルダーじゃないこれ、ハンバッジファイルじゃない、ね、かわいいラブライブのバッジファイル集めたりするときやつみたいなね、これはジッパーバッグ、クロミちゃんのやつじゃないこれ、はい、これさっき入ったのはまた同じやつが入ってますね、はい、パンダ、パンダ、どうなのこれ、ワールドワイドウォーリアーケンチって書いてある、ケンチって書いてある、ウザイルさんとかの系統もありますが、フリーフリーのやつ、シュシュ、こんなんですか、これはジーズマガジン、付録の一発キャラ、チャーム付きのストラップ、クロミちゃん多いな、はい、これは何でしょうか、アイスクリーム、何だろう、アイスクリームとかじゃん、わからん、あーこれもう何個入ってんだこれ、同じのがいっぱい入ってんな、スーパーショーシリコンバンド、これはねアクリルキーホルダー、アクリルキーホルダーを入れる、カバーね、あの傷がつかないように、はい、どうでしょうか、これあれかな、あのハッツミックのバッグですね、はい、結構見るな、これ。で、帰ってね。あ、これもそうかな、これ。今度は雪に行くってやつかな。ね。書いてあるわ。ね。ね、これはこういう。多いなぁ。ね、いっぱいお買い物してくださいってな。はい。はい、出た。これは何？ラブライブかな。はい、クッション。タグはついてないですね。クッションでございます。はい。ちょっとシワがあるそうです。あ、組み立てるやつかな、グラフィグってやつですね、音読め語り、音読め語り、組み立てでこう作るやつ、はい、工作みたいなのかな、はい、ハイスピード、これは B ですかな、シリコン、あ、缶バッジ、これちょっと開いてる、あ、上が開いてるのか、はい、あー、これなんか前見たな、同じじゃない、あー、でも絵柄がこう似てる感じになったかな、ちょっとわかんないですね、はい、行きましょうかな、これタコ、あー、こういうガチャガチャかもね、ガチャガチャ、こういうガチャガチャありますよね、なんかね、リアルなんか、あ、ドラゴンボールだ、ドラゴンボール、この船かな、はい、これはうたぷりの、ね、木製メモスタンド、ね、これこんなちっちゃいですけど780円ですね、はい、出た、ご本人たちは嬉しいんですかね、まあでも分かんないな、たこ焼き、関西だからたこ焼きってことでしょ、ね、はい、はい、はい、ペンライト、もうね、いっぱいあるんですよね、あ、今度はあれだ、キスマイさんのペンライト、これもう見たことあるな、同じの、ミュージカルだ、あ、テニプリのアクリルキーホルダー、あ、実写の方だ、あ、
GR とかね。こういうことヒーローアカデミー。ああ、これも。じゃあ舞台かな、ミュージカルかな、なんでしょうね、舞台。はい。ああ、出た。これ、毎回毎回、絶対入ってくる感じになってる、最近。ね、光る指輪。これなんですか、プチプチが多い。あ、これも歌プリです。あ、はい。かぶってますね。はい。これ何でしょうか、あ、アクリルさんの歌プリかな。はい。お手紙が来ました、お手紙が。ねえ。For you。For you と書いてますね。何のやつでしょうか、何のお手紙ですか、これは。For you だって気になるな。アイドルマスターですね。アイドルマスターの。あ、これさっき見ましたけど。ブロマイド。入ってますね。はい。サイン入りの。ね、ブロマイド。はい。うん。これだけですね。はい。あ、なんか、買うのかな、これね。はい。ブロマイドセットですね。はい。アイドルマスター、ありがとうございます。ごめんなさいね、ちょっとアイドルマスター知らないんですけど、わかんないから。なんともちょっとリアクションがしがたいからでは。はい、それはエヴァンだ。マスキングテープ多いな。そう、マスキングテープ先行っちゃいましょうか。ね、はい。マスキングテープ。いっぱいだな。お、これなんだ、あ、これはあれですね。テニプリですね。実写のミュージカルかな。あ、これさっきフリーだ。さっきも同じような。これがね、銀色。何入ってる、おう、何ですかこれ。わかんないキャラクターだなぁ。何も書いてないからわかんないなぁ。さっきうちはやりましたよね、最初に。いやぁ、これまたうちは入ってますね。はい。はい、手がいっぱい入ってますね。はい、いやぁ、ごめんなさい。ちょっとね、うちはもうね、山ほどあるんすよ。どうしましょう。この多さ。やべえぐらいあるっすよ。毎回入ってるからなって。これ何？あ、これも舞台ヒーロー、僕のヒーローアカデミアのバッチ。そして、プロ野球チップスの、99-2000とカードアルバム。カードアルバムいっぱいだな。はい。進撃の巨人、あれ？デカキーホルダー、袋から飛び出ちゃってるの。中身だけあるんですか、これは。なんだ、これ、アイチューってやつかな。アイチュー、アイチュー、アイチュー。出た、バロデン。バロデンの関係性もいっぱいあるな。毎回入ってるな。アイエパンな。もうこれもいっぱい入ってますけど。あった、あった。ほら、悟空が登ってる。来た。あと下欲しいだ、下。ねえ。神様のいるところ。あ、こっからね、プチプチ実寸なのか、ちょっと時間かかるよ、これ。あ、しかもこれ見たことあるわ。ねえ、はい。ほら、もう全部プチプチ実寸で割れてるよ。ほら、指輪。頑張って出してそれっていうね、いや、悪くないんですけど、もうね、いっぱいあるから、これ。数がね、山ほどあるんですよね、もうね。前の動画とかにね、いっぱい出てくるんですけど。だからさ、たっぷりです。まあ、そんなに、じゃあ買うなよっていう話になってますけどね。でも、これがね、楽しいっちゃ楽しいですよね。はい、これ、愛中。ね、あ、これ、あ、これ、メーターってこんなんですね。はい。これ何？水色。そう、ゲームかな？ね、うわ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 、これね。全部ご丁寧にね、全部ね、止めてくれてるんですよね。まあ多分、歌、あ、ね、売るためにつけてるんですね、これ多分。ね、買い取りやってますから。ね、なんか別の YouTuber さんがほら、駿河屋さんで買った福袋を、そのまままた駿河屋さんに売ってみたらいくらになるのか、みたいなのね、やってますよね。はい。いやー、やばくね。
やばくない歌プリっすね。歌プリのやつも、だ持ってた人が一緒なんでしょうね。ほら、これお店じゃこんなのやらないからね、こういうテープ。マスキングテープ。ね、はい。いやー、マジかー。いやー、正直出さなくてもいいですか、これ一緒です。はい。指輪です。光る指輪。お、なんこれ、エヴァンゲリオンだ。ほら。あやなみさん、缶ジュース持ってる。歌プリかな、はい。それは何？缶バッジ。ロックミュージカル。ブリーチとかね、缶バッジ。ね、お便りの全部書いてくださってるから。ありがたい。このね、レシの、何にしますか、はい。ちょっとわかんない。スーパーショー、イン大阪。缶バッチ。でもいいっすよね。もういっぱいあったもん。缶バッチは。はい、タプリのペン。タプリ多いな。タプリの缶バッチ。隣にこれ。僕のヒーローアカデミアの舞台のやつ。缶バッチ。同じだな、エヴァンだ。あら、こっちはこれ同じのばっかだな。あ、これはあれだ。化け物語シリーズですよ。ね。色紙。これフリーですよな。はい。はい、歌プリのやつ。あ、これ。これはヒーローアカデミーのね、舞台のやつですね。書いてないけど。何のバッチかなちょっとわかんないですけども。はい。ん？なんだこれ？孫悟空みたいな。あ、何かなと思ったら、これもね、トリプル A さんのやつでしたね。はい。フリーの缶バッチなんですけど、多分袋だけなんですよ。これ中身入ってないんですよ。バッチが入ってないんですよ。中身出ちゃったのかな？袋だけ。刀剣乱舞、ミュージカルだ。ミュージカルのやつだ。一筆箋、ノートみたいなやつだ。ちっちゃいですね。メモ帳みたいな感じかな。おう。はい、実写。はい。まあ、舞台、ミュージカルだからそうでしょうね。はい。まあ、メモ帳ですね。あ、進撃の巨人。あ、さっきのこれが入ってたね。袋だけだったけど。ちょ大きさ的にもこれちょうどいいですよ。なんとかキャンディーライブツアーだったけどな。はい、これ W さん。はい、これは小池みなみ、みなみ小池、みなみ小池って感じですね。なんかこれ、何これ、コイン、マイケイドットネット、何でしょうか、マイケイ。はい、アクリスタンドの台だけだな。そしてこれね、どこ行きました？あれ？ほら、こうか。ほら、かりんとうだっけ？かりんとう、かりんとうペンです。変になってるわ。書くやつだわ。台がないのかな。ねえ。なかなかいいですね。これ台があればよかったな。台は入ってない。台じゃないんだ。立たないね。はい、まあこれ、まあいいか。じゃあこれはもうこれでね、しゃあないね。この中に神様住んでないんですかね。開かなそうだな。これマカロンみたいになってるやつ。ねえ、開きません。さあ、これ最後でございます。はい、出ました。ドーン。おしまいです。これは出ました、リラクマちゃんのやつですね。はい、開けますか。ミスドのやつですね、これ。はい、プチプチに割れないように詰まってますね。はい、さあ最後なんです。はい、さあドーナツいっぱい買ったらもらえたりするのかな。はい、ミスドのね、ボールが2つ。はい、ボールだ、ボールですか。はい、が2つ入ってたよということで、以上でございます。なんか今回被ってましたね。はい、どうも、どうも、
じゃあまあ、バントですいません、さよなら、ホームランありがとうございました。次が最後だよ。さよなら。この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル